南海8300系電車は南海電気鉄道の一般車両。本校では南波バ線戦闘車の車両番号 F を編成名として表記する。本系列は昭和中期に導入された通勤型電車の中で老朽化が進んでいる7000系、7100系と6000系の置き換え、並びに近年増加する空港線をはじめとしたインバウンド需要に対応する。 旅客案内設備の充実化を目的に導入され、2015年10月8日から南海線で営業運転を開始し、2019年11月22日からは高野線での営業運転も開始した。主電動機は国内で初めて競技用の全平内線、式カゴ型誘導電動機を本格採用し、車内外への騒音低減を図っている。また、高野線の六次車では、 南海発のハイブリッドシックの VVVF インバーターを採用し、省エネ性能をより高めている。これまで南海の車両は旧帝国車両工業以来取引を続けてきた J、トレック製が大半を占めていたが、本系列は1973年の7100系二次車以来となる地元関西の近畿車両に発注された。車体はステンレス製であるが、 近畿車両製のため従来の南海のステンレス車系列とは若干異なる箇所がある。基本的な衣装は8000系に準じているが、車体側面の雨どいを屋根に内蔵させてスッキリとした外観にしている。先頭部分は FRP 製であったものを構成に改めたほか、正面の貫通扉と上高ドア部分にあった青とオレンジの帯が本形式では省略されている。 車体側面には本車両の中央の戸袋部分に接合線があり、それを隠すために灰色の大型フィルムが戸袋部分に貼り付けされている。なお、二次車以降ではフィルムが省略されている。側面比較車体の塗装は青と大色の帯をまとった南海の標準塗装を採用しているが、従来とは異なり扉部分の帯が省略された姿となっている。また、 帯は塗装ではなくカラーフィルムを使用しており青色の部分を濃くして紺色に近い色調となっている。これは以前線形に貼り付けたカラーフィルム帯の体の退色が激しかったことからその対策として色合いが濃いものに変更された。車内の座席は質感の異なる2種類のクッション材を組み合わせた従来より大きなドット柄で明るく温かみのあるデザインとしている。 また、袖仕切りの内側もシートに合わせた色調としている。高野線仕様の6次車は、9000系のリニューアル規格、マイトレインに準じたグレー調バケットシートと青色の釣り革が採用されている。2016年以降導入の車両では、他客時にスーツケースなどによる通路の通り抜けが困難となる事態が問題視されたことを受け、袖地切りの形状を改良、座席定員を減らし客用、 ドア横のスペースを拡張している。客用ドアは8000系のステンレス無塗装タイプから、化粧板付きのものに再び戻され、黄色の軽快色が印刷されている。窓ガラスは、南海で、初めて服装ガラスが採用された。ドアチャイムは、従来からのものを踏襲している。また、ドア開閉に連動して、赤色に点滅する開閉予告灯とドアチャイムも、引き続き採用された。 ラインデリアは再び連続調となっている。車内照明は、ラシップ製の LED 照明を採用。照明数を8000系より増加させて、照度アップを図っている。また、照明器具は各ソケットを連続調として、デザイン性を高めている。旅客案内装置等形式では前述のインバウンド需要に対応するため、従来の旅客案内設備の見直しが実施されている。 客用、ドア上部には、南海の通勤型電車としては、初となる、LCD 式車内案内表示装置が千鳥配置され、多言語による情報案内が行われる。ソフトは、三菱電機が開発した IP コア、セサミクロを使用しており、多彩なアニメーション表示が可能となっている。なお広告ディスプレイについては設置スペースを設けているが、 現在は準備工事の段階となっている。2015年6月下旬から7月下旬にかけて一時車が近畿車両から出場し、単独での試運転や線形2両編成と連結した試運転が実施された。様々な試運転を終え、2015年10月8日に8301回と8302回が、同年11月に8303回と8305回が、 12月1日に8304回がそれぞれ南海線での営業運転を開始した。これらと入れ替わる形で7000系は同年10月3日に実施された引退記念イベントをもって営業運転を終了した。2016年度には二次社の二両編成が登場し8701回と8702回が9月12日におり営業運転を開始した。 三次車以降は、老朽化した7100系の置き換えに移行する形で、増備が進められており、2019年12月現在は4両編成11本、2両編成12本が在籍する。8000系と同様に、特急、サザンでも自由席車両として12000系と、並結して使用されることも前提としている。二千二十年十二月現在は七千百系と同じ。 編成パターンを組んでおり、4両から8両まで幅広い運用に充当されている。2020年12月18日に特急サザン自由席車両として12000系と並結しての運行を開始した。また、8000系と並結運転も可能。高野線で運行されている6次車前方2000系50番台を並結した8両編成かつて高野線での運行は 千代田工場への定期検査入り出場時に限られていた。2017年度末、南海が発表した中期経営計画の一環として、高野線の6000系72両前車を2023年度までに順次新造車に代替する計画が公表され、高野線向けとなる8300系の申請導入が決定した。その第一陣として、制御機器や内装を マイナーチェンジした6次車が2019年11月22日より高野線で営業運転を開始した。また、同年11月30日からは、仙北高速鉄道線への乗り入れが、12月2日からは6両、2020年1月16日からは4両の営業運転がそれぞれ開始された。2020年度には7次車12両が導入された。なお、 2020年12月22日に竣工した8317回と8715回は車両メーカーである近畿車両が創業100周年を迎えた後に初めて出場した編成であり公衆輸送時に記念のヘッドマークを検出し走行した導入以降は各駅停車から快速急行まで幅広い運用に充当されているまた 1000系50番台と4両編成を蘇生した8両編成での運用も行われている。4両編成17本、2両編成15本の計98両が在籍する。そのうち、南海本線向け車両は72両、高野線向け車両は26両となっている。なお、6200系50番台以降の新形式車については、系列の中での電動車、制御車、 付随車等の不満を以前の XXX1 系標準から XXX0 系標準へ変更している。また、二両編成は7100系、1000系とは異なり、和歌山市側が電動車となった。四両編成二両編成、区波 870X を名乗る形式は二台目。6200系50番台は8200系時代、両側の先頭車が、 区波8701 k を名乗っていた。ありがとうございます。